はい、マシマシチンパンジーということでね、やってまいりました。マシマシとはですね、ある業界ではね、何かを加えたり足すときにね、使われている単語のようです。今日のマシマシはこちらですね、朝の餌のリズムマシマシその3ですね。雨の日シフト、過去果物2倍となってますね。雨の日ですからね、雨のムドジを出すとき、濡れないね、ちょっと軒下なんかに固めてやるというね、時です。そして、前のね、ペットボトルとか、ツルの木とか朝果物をね使わないという日はこういうふうにね回して果物を2倍というふうにして、またいろんな餌のリズムをつくっていう、まあ見てもらいましょうね。どうぞ。はい、朝ねいつも出してるのの、倍ぐらいの量、この前日の量をね、次の日に回すというふうにして、果物のね量が少ない日多い日をね、あえて作ってるということになってますね。はい、切ってバケツに入れた状態ですね。こうやって半分に切ったり丸ごとにしたり、いろんな切り方がまた今回も、行われていますね。はい、これがですね、右側が出てくるところで、これが今餌をまいたちょうど屋根の下でですね、雨にかからないというところですね。結構今日雨がいっぱい降ってますのでね、こうやって濡れないところにいろんな固めておいてます。はい、そしたらどうなったということでね、映像を見ていただきましょう。どうぞ。はい、これ、運動場に出てきたところですけどもね、リュウ、チャーリー、リキ、アキコの順番でね今出てきましたね、運動場に。アキコなんかは手前のところで拾って、あ、これは、コエちゃんが出てきましたかね。そしてカランちゃん、お母さんの上に乗ってやっぱり登場です。そしてお母さんの、おんぶも、カズミもね、オレンジを加えて、カランちゃん、コエちゃん、餌のたたきのところでみんなね、食べますね。アッコさんも手前の方で、オスはズカズカと、どこだどこだって、オーリキもね、久しぶりに果物の量が倍でちょっとテンションが上がってますけれどもね、こうやって食べていますね皆さん。はい、これ別の角度からね出ていった、ところ、リキが先みたいにね、ちょっとテンションが上がっていますけれども、みんな着席してとですね、リュウ、リキ、チャーリー、オス、奥並んでですね、手前に行くにつれてアッコさん、カズミさん、カランコイも食べてますね。雨ですんで軒下で皆さん仲良く、いつもよりも2倍のね果物の量なんでね、おのおのが、奪い合うことなくね、食べてますね。リキなんかまた今立ってますけれどもね、ちょっと嬉しくなっちゃってます。これがもうちょっとしてからのね、しばらく食べ終わった後の、ところですね。みんなゆっくりと、あとは皮を食べるかな、カランコエなんかもね、遊んでますね。しばらくして、もう、カズミさんの中に入っちゃいましたね。雨なんでね、そこの、奥の方のね扉、あ、今カズミさん顔出しましたけどもね、行ったり来たりが自由になってますね。雨で赤ちゃんもいますんでね、みんな食べ終わってゆっくりとしてます。あ、カズミさん来ました。ちょろっとね、やっぱり雨が本降りだから、ちょっとね、中にいようかしらと、赤ちゃんもいることですしね、行ったり来たり自由になっていますね。雨の日シフト、果物、どっさりのね、2倍バージョン、みんな食べ終わって満腹という感じでしょうかね。はい、ペットボトルもちょっと、ヨーグルトに入ったやつね、食べたりもしてますね。カランちゃん、コエちゃんでした。はい、どうだったでしょうかね。雨の日はねやっぱり、軒下でね、固めておくという、あえて巻かないという日もね、固めておくという日もあってもいいかなというので、雨の日シフトを叩きの上にね、果物の量も今日はね、倍に固めておくという揚げ方でしたね。リキなんかはちょっとテンションがね、2倍の果物に上がってしまったという感じでしたけども、そうやって餌の量だったり場所をね、また、リズムを変えながら朝の出し方を考えていきたいなと思います。今日はこの辺で、さようなら。